佐藤です。聖書一日一緒の時間となりました。今日はこの、聖書の、新約聖書の第一テサロニケ人への手紙の、4章となります。では早速第一テサロニケ人への手紙の4章を見ていきます。はい、第一テサロニケの手紙の4章、はい、ではいきます。第一テサロニケ人の手紙の4章、終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不淫行を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔をさせるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の言葉の通りに言いますか、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。はい、感謝いたします。テサロニケ人の手紙の第一の4章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、この聖書をあなたのもとに、マスターとの聖書一日一章でした。マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回の、聖書一日一章第一テサロニケ人の手紙でお会いいたしましょう。マスターとした主やがねパシャンブルジュシャロムシャロムシャロム。